金祥寺、金祥寺は、滋賀県立東市荒張にある、天台宗の寺院。三号は、金祥山。本尊は、釈迦如来。回帰は、両弁と伝える。古くは、大菩提寺と称し、湖南地方の仏教の一大拠点として栄えた、大寺院であった。寺は、立東市の南方、金祥山の山中に位置する。昆祥山は、単独の峰ではなく、竜王山。 景観山などの山景を指す名称で、東北方に位置する阿聖山、東方に位置する半道山と共に、金宿菩薩の霊地とされている。金宿菩薩とは、東大寺の開山、初代別島とされる両弁のことで、この地域には他にも長寿寺、上落寺などの金宿菩薩会期を伝える寺院群がある。今小寺の会期も、近畜菩薩とされ、王子は3三十六号。 付近に25別院を有する、湖南地方の仏教の中心寺院であった。現在も近隣には、金正寺25別院の一であったとされる寺院が、点在する。また、金正寺の西方の山中には、平安時代初期の作とされる駒酒間外仏があり、この地域の仏教文化の歴史の古さがわかる。金正寺は初期には、宝送集計の寺院であったが、大見地方は、 比叡山が存在する関係で、天台宗の勢力が強く、この寺も、平安時代後期頃から、天台系となる。金正寺は、自伝では、天平五年、聖武天皇の命により、しがら器宮の鬼門鎮後のため両弁が創建したという、創建については、他の伝えもある、中世の記録である、幸福時間無帳書によると、この寺は、天武天皇の白宝元年、 天皇ヌの修行した霊跡であり、養老元年、金縮菩薩が回帰、平城系の鬼門を守る寺となったという。一方、官兵9年6月23日の大乗官府によると、今生寺は金縮菩薩の霊地であり、ここで修行していた幸福寺の伝統応募士願い安が、公認年中、国家のために伽藍を建立した。その後、 上和制定の時に直学を賜って、根祥寺と合したという、人名天皇の知性の歴史を記した、俗日本語記によれば、天朝十年、根祥山大菩提寺が定学寺に列せられている。官票九年には前日の大乗官府により、根祥寺二年分土者二名が許可されている。兼務二年には、五代醐天皇の臨時により、同天皇の祈願書となっている。前日の、 幸福時間無調書によると、王子は山上に三十六坊を数えたというが、天文十八年の火災で消失し衰退した。その後再建され、近世には徳川家康が三十国を与えているが、王子の規模を取り戻すことはなかった。山上には、二王門、本堂、二月堂、国造堂などが建つ。他に、三独の春日神社の近くに里坊がある。 本坊滋賀県立東市荒張 1394JR 草津駅から低山湖南交通バス根性公民館行き終点、下車、栗ちゃんバスに乗り換え鳴谷下車徒歩1時間30分、名神高速道路立東インターチェンジから車で25分配管料500円配管時間9時から17時リボ、滋賀県立東市荒張670の 1JR 草津駅から 低山湖南交通バス根性公民館き終点、下車、徒歩15分、配管料無料一般に、鬼門とは、北東の方角を指すので、この説では、方角が合わない。ありがとうございます。